性とか海洋性とか生命性のようになんと和をですね、こう和歌の思考全体だと。中にはエリスのように冥王星を超える大きさというのも存在します。これらの焦点というのは新惑星なんでしょうか、それとも冥王星こそ惑星というのでしょうか。2006年8月国際的な冥王星の定義と冥王星の定義の研究が進んでいるこの結果、長い間惑星と中心に住まれてきた新惑星ですね、と言われてきたのですが、惑星から外されたため、さらに新たに持ち出したのが惑星の中心に全体という意味を表す中惑星というのです。大きさも冥王星以上あります。エキレスは長い間最も大きな小惑星とチェコしていたということでございます。本当はね、小惑星なんですけども冥王星もですね、ほぼ一緒にというのをつけまして、惑星だったのが長い間と言われましたが、こちらの10年中惑星の形でやっております。確かに太陽の光には回っているわけなんですけども、冥王星の光はですね、2005年にパロマヤマ天文台の反射望遠鏡によってご発見された比較的新しい焦点、焦点はですね、国際技術科の方向性だったりとございまして、直径が冥王星の2390キロに対して2400キロ、少し大きいですね。冥王星の2390キロで、ほぼほぼ変わらないと思っています。エリスにほぼほぼ変わらない、むしろ少し大きいでしょうね。でこれの なんとなく岩石惑星のところ
のような行動を持ってきて持ってるわけです。しかしマントルはね、こういうことでこうっていうのは、まあ、しっかり近くて近くに関するとか地球とかにね、例えばこういうことができているわけですね。大体こちらが実は、冥王星でしょうか。こちらが冥王星ですね。冥王星がね、これよく知られている、まあ、これ地球惑星と私もよく知られているわけなんですけど、なぜで地球惑星なのか、実はこの地球の話をしていきたいと思うんですけども、何かというとの中にこう準惑星が一応こう片付けてありまして、小惑星があって惑星があって、その間に準惑星が挟まれているわけですね。その中でも小さな天体でもあるのにもかかわらず、ワオという名前で、これね、結構ね、最近よく聞かれるようになって、準惑星で立ちますので、仲間入りに向けてものですから、これもしっかり覚えていただきたいなと思います。はい、こちらのハウメアですね。はい、90年代以降からですね、海洋星軌道の外側に次々と新しい小天体、これはもう一つ海洋星が従来考えられていたよりもはるかに大きな軌道ということが明らかになってきたわけでございます。海洋星の大きさが本当に大きいですよというのをちょっと話しさせていただくと思うんですけども、まあ、海洋星は20個星というふうになっています。双子星ですね、よく言われておりますね。で、この北極付近にはですね、少し大きめなクレーターが見られますね。まあ、色から見すると、まあ、大体そうですね、まあ、赤褐色なので、まあ、銅に近い銅なのかちょっとわからないんですけども、そのような形のですね、ことしているのかなという感じがしますね。この準惑星とかね、小天体が一番大事なことですね。続きまして恒星の周りは回る、まあ、ここでいう太陽ですね。かつ恒星でもなく恒星でもなく衛星でもない、なので月は地球は恒星の惑星になることはできませんよということですね。共通重心は他の天体の内部にないものですね。これは衛星とは皆さん多重惑星と思いますのでですね、例えば、地球と月、これはですね、共通